23時になりました。 FM スタジオ心理、この時間から聞いてゆきこの時間です。先週もらったお便りの中から私 DJ ゆきこが一通選びに選び抜きました。北九州市りょうりょうくん、正直これすごいです。私も読んでプチドキしました。僕は先日大好きな人に告白しました。でも普通の告白じゃなかったんです。その告白を以前、場所もシチュエーションも同じところで一度経験したことがあるような気がしたんです。その時彼女が留学するのを知っていて、行く前に告白したかったんですが、自分に勇気がなく告白できませんでした。そして先日同じシチュエーションで彼女に言いました。留学する前に僕と付き合ってくださいと。そしたら彼女は OK してくれました。でも彼女はこう言いました。なんで私が留学することを知ってたの？誰にも言ってないのにって。僕は説明するのが難しくてはにかんで嬉しさを抑えつつ首をかしげました。でも彼女は夏が来る前にアメリカに行きました。ってこれちょっと何？ほんとすごいよねこれって。以前経験したのってデジャブってやつ？ほんと不思議だよね。ってか運命だよね。それでは、りょうりょうさん？ん？くんだよね。りょうりょうくん、電話つながってまーす。もしもーし、こんばんは。こんばんは。DJ ゆきこです。ってか、りょうりょうくん、ほんとすごいよね、こういう体験。これってデジャブってやつだったの？デジャブっていうか、夢みたいな。夢で見たんだ。ほんと運命ですよね。はい。彼女さんはアメリカからいつ帰ってくるんですか？いや、アメリカ行くのをやめたらしくて、僕ともすぐ別れました。そういうこともありますよね。じゃあそんなりょうりょうくんもこの曲聴いて元気になりましょう。ハルモニアでバローの夜。